比較16比較級の重要表現練習会です問題を解く前におさらいティーケーズポインこちらドン比較級の重要表現4つです「2」以下することなんかよりももっと賢いこと分かってればそんなことすること愚かじゃないわノーロンがもはや違うわもはや違うのもはや違うのもす多かれ少なかれちょっとおっさん臭いけれども文脈に合わせて柔らかく訳してくださいオールザ比較級 b コーズ e 以下のためにより一層後ろにね名詞だけの場合は4名詞となりますはいこの4つ今回はこれを練習していきます早速スタート問題はこちらドン練習次の英文を日本語に訳しなさい2つです1番「You should know better than to do such a thing」したら「All right Tom know the better for it」 はいこの二つですポイントはそうだねノーベラ三 to 原型そしてオールザベラフォーこの二つのポイントですはいじゃあまず上あなたはすべきだもっと賢い判断力を持つべきだなにそんなことをするなんていうレベルの低いことよりももっと良いことがわかるだけになるべきだ はいこんな感じあなたはそんなことをしないだけの判断力を持つべきだはいこれが自然な日本語じゃないねほにゃららしないだけしない、えー、するほど愚かではないべきだもちろんいいけど下書いてみるね。 えーえー、そんなことをしないほど、えー、愚かではないべきだちょっとこれ日本語的にどうしたどうしたって感じになっちゃうよねですんでまあその辺ちょっとチロッと変えてしないだけの判断力を持つべきだということこれも国語の話ですからねいいんですよほにゃららしにするほど愚かではない、ね、ここから日本語ちょっと工夫しました。 こんなふうにシュドと絡むことよくあるからね。はい、下。All、I like Tom all the better for it. 私はそのためにより一層トムが好きだ。はい、このようになるわけです。はい、まさに出ました。オールザ比較級。 「Because」の場合は SV でも今回みたいに「a l l the 比較級 For」「名詞」ということね意味は一緒よ。ね Because」以下のためにより一層 For」以下のためにより一層トムって冷たいんだもんでもだからもっと好きトムってなんかさ連絡あんまり返してくれないんだもんだから好きみたいなトムって私のもの取るんだもんだから好き。トムってな ダメだねそういうのはいけないですけれどもねそういう感じでなんとなくあれ普通はさダメなんじゃないみたいなそういうことがあるから違うのちょっとなんかさ口が悪いからさ逆にそういうとこ萌えだしみたいな感じでちょっとこう微妙なニュアンスを表せる面白い表現でもあります。はいということでまずはこの2つでした。続いて入試レレベルにチャレンジ問題はこちらドン 正しい英文になるようにカッコ内の英語を並び替えなさいただし余計な一語が含まれていますはーい A visit t h e moon あなるほどね今回 A visit って言ってるから動詞じゃなくて訪れることなんだね月を訪れることはってなるのかでつらつらあそっかそっか not が使わないんだねはい使わないのは not です はいじゃあここに答え書いちゃうね先にね、no、はいこうなります月を訪れることはもはや不可能ではないはいこのようになります 月を訪れるこことはもははもや不可能でなないいのようになっていますノットでもねノットインパッセボーっていう形でつながるんだけれども今回2号ね捨てることになっちゃうでしょノット使うとねノートロンガー捨てることになっちゃうので1個だけ外してということでノットを外してノーロンガーインパセボーとしましたもうこのねノーロンガーっていう熟語ばっちり頭に入ったはずですどうかな <music> はいというわけで今回は「比較級の重要表現」まあ熟語ねですから皆さん4つ4つ覚えたらおしまいでその他にいろいろ参考書だとか授業とかで「は比較級絡みだ」ちょっとずつ増やしていくということです。はい今回はねちょっとボーナスステージっぽい回でした。皆さんお疲れ様